猛徳何をしている？先日この宝刀を手に入れましたので献上いたします。見事だ。いや、素晴らしい刀だ。宝銭しまっとけ。では参ろう。宝銭の選んだまだ間違いはない。いや、素晴らしい。あ、実に良い馬ですな。さあ、では、どうもありがとうございました。気の洗いまだ。気をつけるのだぞ。は、しかと肝に銘じます。父上、もしや曹操暗殺を企んだのでは？確かに様子がおかしかった。ああ、離れにいらっしゃる。行かれるとよい。間違いない。露見しそうになり献上したのです。上将、曹操の妻は都におらず、奴は一人です。人をやり呼び戻しましょう。もし参上すれば献上したもの、もし参上しなければ暗殺を図ったものでしょう。分かった。奴を呼び戻せ。上将、確かに暗殺に参ったものです。曹操は屋敷に戻っておりません。相国、相国、
何事だ。申し上げます。近頃珍しいものを手に入れました。七星剣です。思いますに、これほどの絶品私には似合いません。相国は武具がお好きですので。下がれ。この剣を献上したく思います。おお、見せてみよう。両将軍、何でしょう。毛徳殿、忘れたか。馬をやる約束だった。ああ、この馬はどうだ。これは私が自ら選んだ清涼の完結馬。1日800里を走る。このような春目、私にはもったいない。英雄には名馬が似合うもの。では試し乗るよ。ああ。その馬は気性が荒い。乗りこなそうとするなら英雄の気概を示すのだ。大声で命令しろ。曹操に会ったか。門の外で会いました。ご命令通り春目を渡したところ、早速試し乗りに行きました。ああ、宝仙、先ほど曹操がわしにこの名剣をくれた。見よ、まさしく天下の名剣である。父上、私にも見せてください。うん。曹操が、これは七星剣だと。七星剣。うん。父上、王院の家に代々伝わる七星剣があると聞いたことがあります。これがその剣かと。王院。ああ、曹操は言っておったぞ。王院の誕生日に祝いに参じたところ、王院に屋敷から追い出されたと。ならばなぜ代々伝わる剣を与えられたのだ。曹操はわしを殺しに来たのだ。父上、考えすぎです。いいか、わしはこの直感のおかげで生きてこられたのだ。刺客が近づけばすぐに嗅ぎ分けられる。そういえば、先ほどわしにその剣を捧げた時の曹操の手は少し震えておった。それに、最初からわしに剣を送るつもりなら、なぜここに来た時すぐに渡さなかったのだ。わしがここで眠るのを待って、ここぞとばかりに剣を抜いた。もしあの時この銅鏡が光って、わしが声を上げなければ、その剣でわしを背後から刺す気だったのだろう。だがそれを見破られたと思い、とっさに剣をよこすと言ったのだ。はん、誰か。相国、すぐ曹操を捕らえろ。はっ。行基行為曹操、宰相殿にお見せしたいものがあって参った。何かな。
わしに見せたいものというのは。これでございます。これはなかなかの名刀のようじゃな。はい、七星の宝刀と申す一品でございます。すまんが、どうも近頃太りすぎてな。失礼する。何事じゃ。なんじゃこれは。父上、危ないところでした。こやつは今父上を刺し殺そうと。ええー、邪魔するな。死ね。うわっ、届くい。また貴様か。さあ逃げるんだ。残念ながら貴様とやり合ってる暇はない。あわよ。待て、出会え、くせ者だ。逃がすな。捕まえて切り刻んで犬に食わしてやれ。